終わりかな。父ちゃん、よくここまでやり遂げたな。ここまでのバトル全部クリアしたんだろ。うん。サスケから聞いてな、お前がここの修行でかなり力をつけてるって。だからよ、最後はこの俺とやるか。1対1でお前がどれほどのものになったのか俺の手で確かめさせてくれ。行くぞ父ちゃん。ああ、来いモルト。拳を合わせれば今のお前でも何か感じ取れる。まだ俺から感じ取れるもんは言葉で表せないモヤモヤしたもんかもしれない。それはお前にとって糧となるもんだ。俺は父ちゃん四代目ほかでとは拳を交えることはない。こうしてお前と拳を交えることがなんだろうな、めちゃくちゃ嬉しく感じる。ガキの頃からいろんなやつとその経験は今の俺を作る。そして今お前は俺と戦ってる。この経験がお前の未来を作ってくれることを俺は信じてる。そろ分かってきたんじゃねえか。お前は以前までのうるさい子供なんかじゃねえ。狙い通りだったよな。お前はもう忍びなんだからな。これで最後だ。
拳を交えて分かった。父ちゃんが歩いてきた道が、父ちゃんが今まで見てきたもんを胸にしっかり刻んで、これからバッチリ前に進んでいくってばさ。見ててくれよ父ちゃん。いつの日か俺も。強くなったな。お前の拳、少しずつ忍びらしくなってるな、ボルト。お前の拳はこれまで軽かったけど、今のお前は違う。いろんな経験を積んで重さができてきた。それは忍びにとってとても大切なことだ。おかげとしても親としても嬉しいってばよ。ボルト、またやろうな。褒められた父ちゃんに。ったく。まあ、さて、ありがとよ。あう。まあ。Thank you.